とけチャンネル。こんにちは。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。みほとけです。ひらりファローひかるです。ナムナム、ようこそいらっしゃいました。ファローさんの YouTube で、はいはい、出演させていただいたので、はい、逆にこっちが逆オファーをさせていただきまして。そうですね、はい、先ほどちょっと僕の番組の方のロケもちょっとここでさせていただいたんですけどね、はい、代わりにということで代わりに出ていただきました、はい、お世話になります。よろしくお願いします。大先輩にありがとうございます。いや、とんでもない。なんでね、ちょっと僕の方のチャンネルもね、ちょっと皆さん見てもらえるとありがたいなと。ぜひ見てください、はい、本当にうちの隅々まで隅々までいじり倒してる、はい、はい、しかも私の将来まで見てもらって。そうですね、はい、将来果たしてどうなるのか占いましたから。いや、まさかでしたね、あの結果。まさかの結果でしたね、あんなことになるとは。ちょっとでももう確実に当たると言われてるんでということで、私の方ではですね、うん、私は仏像が大好きで、うん、ハローさんはサンリオが大好き。サンリオ好きです。ということで、もう仏像を私は紹介するので、はい、色々と、はい、それをキャラクター的にはどうなるかとか、うん、そのキャラクター、サンリオキャラクターを逆に紹介していただいて、うん、相関関係をこう導き出していきたいなと思って。なるほどなるほど、はい、まあ、仏像をそのサンリオキャラに例えるみたいな。例えると、なるほどね、はい、面白そう。やっていきたいと思います、はい。私は今日紹介したい仏像がいっぱいいて、はい、こんなに持ってきちゃいまして、うん、難しい漢字いっぱいなんでアシュラだけ書けなかったの。アシュラ書けなかった書けてくれよ。ちょっと画数が多くて。あ、そうなんだ。はい、諦めちゃう。他のも難しいと思うけどとは、まあ、時間が許す限りいろいろ例えていきたいなと思います。はいはい、もうサンリオキャラクターいろいろいますからね。そうなんですよ、うん、なんでちょっと早速やってみたいなと思いまして、はい、ペン自由に。ごめんなさい、若干ちょっと被釈が邪魔なんです。すいません、この私物の被釈が、うん、マイ被釈がちょっとね、はい、釈迦如来、はい、お釈迦様。お釈迦様、はい、これはもう本当仏教を始めた祖師です、うん、一番初めにこの人が修行して悟りを開いたことで始まるっていうので、うん、もうメイン中のメインであり、うん、もう変わらない主人公っていう。なるほど、はい、こういう方はサンリオさんだったらやっぱり。まずそのお釈迦様をそのサンリオキャラクターで言うとなんですけど、はい、イチゴの王様ですね。あれ、キティちゃんじゃないんですか。笑った。すいません、めっちゃ歯見えて笑ってる。いや、そういう理想通りのリアクションだった。めっちゃビビりましたけど。びっくりするだろうなって思って。はい、え、イチゴの王様なんですか。イチゴの王様っていうキャラクターがいるんですけど、はい、確かにハローキティだと思うじゃないですか。思いました、ハローキティ。でもね、今この人から始まったっていう話聞いて、もう僕はもうこれはもうイチゴの王様だなと。ほう、まあ、この方はね、今イチゴの王様っていうキャラクターもいるんですけど、はい、つまり誰かというと、はい、サンリオの社長その人なんですよ。へ辻慎太郎さんっていうか、まあ、最近、はい、社長変わったんですけど、はい、お孫さんに、はい、辻慎太郎さんがまあサンリオを始めたわけです。あ、でその人がまあイチゴの王様というまあちょっと可愛らしいキャラクターとしてもまあ存在してるんで。へえ、やっぱここから始まったっていう意味ではやっぱりイチゴの王様じゃないかなと。確かにな、このお釈迦様が自分の説くその言葉だったり、うん、お経となった説法の中からこの仏様たちがこのどんどんこう、そういう始まってるので、じゃあそうなんですよ、イチゴの王様からこう出たいろいろな仏像がこう始まってるってことですよね、うん、あ、仏像じゃなきゃ仏像って言っちゃったけど自分のフィールドに完全に寄せにいってるけどでもそういうことですよ。そうです、あ、そうなんだね。そうなんです、ここから全ては始まってるんで。へえ、サンリオを作った人なんでね。そうなんですね、じゃあお釈迦様はイチゴの王様だったんですね。お釈迦様はイチゴの王様なんですよ完全に。知らなかった、ハローキティじゃないんですよ。じゃなかった。ちょっと待ってください、ハローキティを導き出したいんですけど。なるほどね、ハローキティだったらどうなるんですかね。すみません、場所が全部違う。大日如来っていうのがいらっしゃいまして、はいはいはい、これは仏教のいわゆるその、うん、説いてる教えだったり仏様の力っていうのを全て象徴した存在なんですね、うん、ああなるほど。この大日如来さんがそのあらゆるお経だったり仏様の中の中枢にいて、もう絶対的センター、はいはいはい、そこからこのいろいろな仏像の働きが出てきているっていう、うん、だからあらゆるものの本当に全て象徴的な一番の代表、それはもうハローキティです。うわー、やったー、完全にそこっすね。いや、もうまさにもうキティちゃんっていうのはそのイチゴの王様の教えをもう一番体現してるキャラクターなんで、はい、へー、まあ、サンリオの基本理念がスリーハーツと言われてる、まあ、可愛い仲良く思いやりなんですよ。うわーっていう、まあ、この3つの要素が、まあ、サンリオをまあ作り上げてるわけですけど、それをやっぱ一番体現してるキャラクターがハローキティなんですよ。
ちょっと待ってください、はい、仏教にも3つの理念がありまして、あら三密って、これ今ちょっと話題のワードなんですけど、うん、本当あの口で言う修行と体で行う修行と、うん、あと心の修行、うん、この3つの密がもう修行みたいなもんなんですけど、あそうなんですね、密閉密空じゃなくて密閉密封じゃないんですよ、なるほどこのそっちじゃないですね、そうなんですよ、それこそがこの仏様の、うん、あの教えに近づくための修行の大事なことだっていうのがあって、うん、もうまさにそれが大日如来様、それを如来様が一番体現してる、体現してらっしゃいます、まさにもうキティちゃんじゃないですか、キティちゃんだったんだ、愛の塊ですよこの人、愛の塊もこれ知恵の塊ですよ、あら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 、共通してますね、してますね、そういう意味じゃ、あ嬉しい、なんか調子いい感じじゃないですか、調子いい、じゃあこちら次が、はい、まあ、弥勒、ここちょっと飛ぶんですけど、弥勒菩薩、うん、はい、これは、うん、こうやってハンカチユイゾって言って、うん、この物腕に何かつけてるような像で有名なんですけど、これは、今この世があまりにも荒廃していて進んでいる末法という時代なんですね、うんうん、もう仏の教えもなければ、うん、修行をしているものもなければ、うん、それによる正しいその導かれるその仏の効果も何もない、うん、最悪の時代なんです今、うん、末法です、最悪なんだ、今最悪です、うん、ただその末法が終わる頃に、うん、この方がこのアレッサンダ世界を救ってくださるっていう、うん、未来の仏様なんですね、それが弥勒菩薩、なるほど、この方は56億7千万年後に助けてくれると言われてます、めちゃめちゃ先だな、めちゃめちゃ先、早くしてくれよ、そうですよ、我々来年にしてくれよ、来年にしちゃうけど、うん、めちゃくちゃ未来の仏様なんです、56億多分、うん、多分未来的なものなんですよ、だから私のいない、さらにさらに後世にいらっしゃるっていうところで、うん、まあ木ですね、あーなるほどな、うん、そうなると誰だろう、ちょっと難しいな、うん、ちょっと、あじゃあでもそうなるとこうかな、まあ、弥勒菩薩様はですね、はい、まあ、三流でいうと、まあ、シナモロール、おシナモンくんですかね、あ、うん、もう第1位ですよね、キャラクター、そうですね、今年のキャラクター大賞も第1位で今も大人気なんですけど、はい、やっぱりねこの子の勢いが今あまりにもすごすぎて、うん、やっぱこう、まあ、サンリオといえばハローキティってイメージすごいあるじゃないですか、うん、はい、ありますで、キティちゃんがずっとやっぱサンリオを引っ張ってきた看板の存在としてやってきてるんですけど、はい、やっぱね、いずれはやっぱ第2のキティちゃんじゃないけど、それに値するぐらいの偉大なキャラクターってやっぱ出てこないとダメだと思うんですよ、うんうんうん、でその筆頭がね、やっぱね、シナモンなんだろうなって僕は思ってて、それだけの可能性を秘めてる子なので、この先のサンリオをこう引っ張っていくのにすごくこうサンリオを救う存在になるんじゃないかっていう意味で、弥勒様はシナモロールなのかなっていう感じ、確かにちょっとその、うん、あの白くてこう羽ばたいている姿っていうのは、うん、なんかこう遠い未来からやってきてもおかしくないなって私は思うんですよね、あの やってきた場所は遠いお空からやってきてるんですよ、うん、え耳で空飛べるんですよ、この子犬なんですけど、子犬なのに、はい、じゃあもうまさしく弥勒様ですね、まさにですね、うわ遠いお空からやってきてしちゃってくれたんですね、56億年後のサンリオを引っ張る存在としてね、うわ間違いないですね、うん、間違いないと思う、うわ来てます、この子しかいないでしょ、素晴らしい、じゃあもう弥勒が出たら次はこの人にぜひ、ね、地蔵菩薩、お地蔵様です、ああお地蔵様、あのお地蔵様は、うん、弥勒様が、うん、56年後っていうのを、うん、まあ、お約束している間のこの今アレスサンダーところを、うん、こう救ってくださってるんですよね、うん、地蔵菩薩さん、うん、で地蔵菩薩さん実は裏の顔があって、うん、これ閻魔大王ってご存知ですか、はいはいはい、あれは地蔵菩薩さんと同じ人間、同じなんですよ、あそうなんですか、はい、あの地蔵菩薩さんって六地蔵とか聞いたことありますか、あ聞いたことあります、はい、あれってあの人間の世界、うん、天の世界、地獄の世界、餓鬼の世界、うん、修羅の世界、いろいろ6種類このような世界があって、うん、その6通りの世界を全部歩き回り救ってくださるっていうので6体の地蔵、六地蔵っていうのがいるんですね、へそれぐらいもういろいろこう、うん、もういろんなどんな世界にもはびこってくれて、うん、私たちを見守ってくれてる、うん、その反面裏の顔としてあの閻魔様、地獄の裁判官、うん、なるほど、まだだから裏の顔がある、めっちゃ怖い裏の顔があるっていうのが地蔵菩薩さんなんですよ、ね、なるほどな、はい、2人ぐらいちょっと思い浮かぶキャラクターはいるんだけど、どっちだろう、あーそうだな、まあでも情報足すとだからもう街中にもいるっていうので地蔵菩薩だけのその信仰が生まれるぐらい、うん、なるほど、はい、あじゃあこっちかな、はい、ちょっとね、うん、はい、まあこれご存知だと思いますけど、地蔵菩薩は三流で言うとね、マイメロディちゃんですね、おー、きちゃん、まあ、そうですね、あの70年代生まれのキャラクターで、もうキティちゃん、はい、それからキキララ、はい、マイメロディ、もう三流の御三家として君臨してるキャラクターですけど、
まあその人気もそうですよ、やっぱりそこら中にマイメロちゃんいるし、でやっぱね、サンリオといえばマイメロディって思ってる人も未だに多いぐらい、いろいろなグッズにもなってるし大人気だし、でマイメロちゃんのそのファンの人っていうのは本当に愛が強いので、マイメロちゃんもすごくこう信仰してる感じもある。でやっぱりその一番の共通点というか、昔そのお願いマイメロディというアニメがあったんですけど、はい、ありましたね。マイメロちゃんのまあ一応代表作みたいなアニメですけど、あそこで見せたマイメロちゃんのこう新たなる一面というのがですね、結構腹黒というか、ほー、なんというかちょっとあえてなんですけど、その性格の悪い部分を見せるみたいなところがあって悪役としてまあ黒見様っていうキャラクターが登場するんですけど、ライバルキャラクターとして、どっちかって見てるとなんか黒見様の方がかわいそうじゃねえかって思えるぐらい、マイメロちゃんが意外とこう天然なんですけど、悪気はないんですけど残酷なことをしちゃうみたいなところがあるんでそんな二面性があったんですね。そういうちょっとね、裏表というか、まあ、それも含めて僕は好きなんですけど、面白くて、はいはいはい、なんかそういうとこちょっと共通するかなと。へー、意外となんかこう笑顔で人を地獄に落とすみたいなそういった一面がね、あのアニメを見てるとあるんで。怖え、でもまさに地蔵菩薩ですね。地蔵とエンマの境目をちょっと行ったり来たりしてるところはね、はい、あーいいですね。だから本当天然でね、何も悪気なくね、そうサクッと言っちゃうんですよね。もう一人ね、あのアグレッシブレツコっていうキャラクターがいて、はい、そのキャラクターも二面性のあるキャラクターで、レッサーパンダの OL のキャラクターなんですけど、はいはいはい、会社でストレスが溜まることがあると一人でカラオケ行ってデスメタル歌うっていうキャラクターなんですよすげえ今でもいそうな、なんかめっちゃ生活感のあるキャラですね。そう、今結構ねなんか似たような共感する人も多分多いと思うんですけど、普段可愛いんだけど、そのデスメタル歌ってる時はあの顔がすごいキッスみたいなメイクになって、いやーみたいな感じになるキャラクターなんですけどね。それとちょっと迷ったんですけど、あーでも確かにその人気度というかね、うん、そのそれだけで進行的形態が出来上がるぐらいって思ったらマイメロディーかもしれないですね。そうですね、マイメロちゃんのが近いかなと、はい、うん、お地蔵様、はー、分かりやすい、ありがとうございます。結構共通ってありますね。ありますね。じゃあマイメロディーさんも6体にこうね並んでほしい、6マイメロみたいな、なんてもいいかなって、うん、はい、ありえるね、はい、最後に四天王、四天王、ちょっと単流四天王を決めていただければなと思って、なるほど、四天王か、四天王っていうとトップ4みたいなことに思われがちなんですけど、うんうん、四天王っていうのは、仏教を守る、うん、いわゆるアルソック的な立場なんですよね。アルソック、はい、なんか一個仏様が大きな山にこういらっしゃるんですよ、うん、お経の世界では、うん、大きな山にいらっしゃるんですけど、四天王に関してはその山の麓に東西南北を守ってるんですよ、うん、それでその山の麓にいるこの我々を見てるっていう、うん、うん、まあ、なので本当監視カメラみたいな、アルソックみたいな、そういう存在が四天王なんですよ。まあ分かりやすい、その例えは、はいはい、現代的な例え。なのでさっき言ったその釈迦如来とか大日如来はその山の上にいるんですよね、うん、なるほどね。なので割とそのガードマン的4、うん、ガードマン的4、はい、ガードマン的、そのですね、あのもうここの人たちが意外と守ってくれてるから固いみたいな、うん、ああなるほどな、うん、ガードマン的4ってなるとそうだな、はいはい、すごいな、こんな雑な振りで導かれるんですねいやすごいな。あとね、はい、結構強いです。結構強いよね、あのもう武器というか鎧かぶと着て、まあまあ強いもんな、まあまあ、まあ、あーここかな、はい、はい、四天王、三両四天王はね、ちょっとこの4人を選ばせていただきました、はい、タキシードサム、バットバツマル、ケロケロケロッピ、ハンギョドンですねなんか強そうなんか強そうなんか強そう知ってるでしょ、でも名前とか聞いたことあるでしょ、そうなんですよこの4人、まあね、あの、はい、まあ、サムなんかは、まあ、結構大ベテラン、はい、79年からもうやってる大ベテランで、だもし純粋な強さの四天王で言ったら、僕は、まあ、キティちゃん、キキララちゃん、マイムロちゃんは、まあ、御三家として君臨してて、はい、まあ次にサムが入るかなぐらいの感じ、だビッグ3と次に来るのが、まあ、鶴瓶さんみたいな感じだと思うんですけど、はいはいはい、だから三流の鶴瓶さんって僕呼んでるんですけど、あとね、そのバツマルケロッピなんかは、まあ90、はい、まあ、ケロッピは88年ですけど、やっぱね30代の男子は絶対この辺は通ってるんで、キャラクターとして。そうです、私、うん、あの父もまあもう60なんですけど、うん、唯一使ってくるスタンプ、うん、ケロッピですもん。ですよね、はい、いやそうなんですよ、だから、まあ、30代男子が必ず通るものの一つとして、はい、まあ、僕はねよくその
バックトゥザフューチャー、ドラゴンボール、ブルーハーツ、ケロケロケロップと挙げてるんですよ、基本的に。この視点の最後色全然違いますけど、でも絶対通ってるから30代男子は、うん、確かに確かに。でやっぱ未だに人気なんで、うん、その辺もなんかね、やっぱこの辺、まあ、あとハンギョドンも80年代生まれのキャラクターですけど、はい、やっぱ知ってるじゃないですかみんな。知ってますね。で未だにまあ20位以内に入るぐらいの人気があるキャラクターなので、はい、でまあこのメンツにあと2人ポチャッコとアヒルのペックルっていうのを加えて、はい、今ハピダン V っていう6人グループやってるんですけどハピダン V ハピダン V ってハッピーになりたい男子たちの、男子たち V 字回復を狙うっていう意味なんですけどちょっと全部で書くとダサいっすねまあね、ダサいのはちょっと否めないですけど、かつてすごく人気があって、でも一回人気がこうちょっと低迷した時期を経験してて、また最近人気が上がってきたみたいなキャラクターを、まあ、ハピダンブーのグループとしてやってるんですけど、はいはいはい、だからそういう意味でなんかこう、なんだろう、一回苦しい時期も味わってるけど、はいはい、結局なんか彼らがいないとサンリオは成り立たないみたいな存在でもあるんで、なんかそういう意味で四天王近いのかなと。四天王ですね、近いです。あの結構その武人なので、武士の姿なので、やっぱ男性的でかっこいいんですよね。やっぱめちゃめちゃ当てはまってる。かっこいいですもんね。バツマルなんてだってもう結構悪なキャラクターですから、はい、将来の夢社長になることで、はい、悪役ブロマイドとか集めてたりとかするんで社長になることが夢で悪役ブロマイドを集めてるんですか、はい、まあ、そこは別に繋がらないですけど、あのどちらか正義の味方嫌いみたいなやつなんで、天の弱なやつなんで。あー、そうですか。そうそうそう。じゃあ最後に、はい、一番好きなキャラクターが黒見様っすね。ですよね。黒見様を、はい、うん、逆に私が仏像で例えて。ああ、なるほど。黒見様どうだろう、なんか難しそうだけどな、はい、黒見様は、はい、まあそれこそ、まあ、さっきの罰丸じゃないですけど、はい、三両では珍しいちょっと悪の要素があって、ほうほうほう、まあもともとやっぱマイメロちゃんのライバルキャラクターとして登場してるんで、結構まあちょっと表面上はまあ意地悪、へ、まあ、ちょっと悪いこと、いたずらっ子みたいな感じなんだけど、はいはい、根っこの部分は誰よりも純粋で乙女なところが、あとまあ恋愛小説読むのが大好きだったりとか、へ、で、まあ、基本的にはね、あの、まあ、暴走族の頭なんですよ。レディースのヘッドなんでクロミーズ5っていうチーム率いてて、まあ、三輪車で爆走するんですけど、はいはいはい、だからそういう意味でちょっとまあこうカリスマ性がちょっとねある感じ。あ、そうですか。そう、バクっていう、まあ、古文引き連れてたりとか怖っ。バクなんか仏教も登場しますからねああ、はい、いいじゃないですか、はい、うわ、黒見様ってそんな、でもそうですね、でまあ結構イケメン大好きみたいな、はい、ああ、小煩悩なとこも、小煩悩、まあなんかかっこいい男の人にすぐ惚れちゃって、はい、ですぐ妄想に浸っちゃうみたいな、はちょっとね汚れ女芸人みたいな芸風がちょっとありますよ。マチャミみたいなところ。マチャミみたいな。みたいなところがちょっとあります。そんな体張ってるタイプでもあるんですね。うん、そっか、うわ難しいな。そうなると、うん、どうですか。うん、じゃあでしたら、うん、これアシュラ像ですね。マイメロちゃんって。アシュラ像。マイメロちゃんが。はい、マイメロちゃん、黒見様。あ、黒見様。黒見様が、うん、黒見様がそのカリスマ的な存在だったっていうのが、うん、やっぱりアシュラ像って単体で有名ですけど、うん、実は8人グループなんですよ。あれも8部衆といって、あれも結構ワルの集団というか、はいはいはい、いろいろこう鎧かぶとつけて、結構荒々しい8人組なんですね、うん、でそれは仏様を守るための8人組と言われてるんですけど、もともとインドの結構怖めの神様だったり、それが仏教に取り入れられて8人組になったんですね。でやっぱその中でも代表格がアシュラ、うん、っていうのもやっぱそのカリスマ性があって、うん、まあ、率いてるというかまあ代表ですよね、有名人っていうところで、やっぱそこもアシュラさんだし、うん、やっぱ心根が優しいっていうのはやっぱインドの神様だったりするので、もともとそのやっぱり国を、インドの国を守るためにいらっしゃった神様ではあるので、本当は優しい人なんですよ、はいはいはい、なるほど。じゃあなんでこんなアレッサンダルかっていうと、そのライバル的なのが帝釈帝っていうのがいて、けどその方のまあ娘を嫁に嫁がせる云々のことでもう大揉めに揉めて、はあ、もう仏教界がもう壊れるぐらい喧嘩しちゃって、それで結局勝ったのが大釈天なんですけど、はあ、なんでアシュラもシュラ道っていうじゃないですか、うん、あ、シュラの道です、うん、アシュラはこうアレッサンちゃったっていう、はあ、もともとはだから本当仲良くできたはずだったのに喧嘩しちゃったっていうのがもう、あ、そうなんだ。でもそれもちょっと共通してるかもな。お願いマイメロディーの話の中だと、もともとマイメロちゃんとクロミさん仲良かったんですよ、はい、仲良かって、はい、で
まあ、お二人同じ学校に通ってて、はい、である時、まあ、学校の教室の中で二人でまあお絵描きして遊んでたんですよ、はい、で、まあ、みんなお絵描きしてる中で黒美様だけ自分のノートをなんか大切そうになんかずっと抱えてて、はい、でマイメロちゃんがお絵描きしないのって聞いて、で黒美様がこのノート新しくてもうとても大切に使いたいから、うん、最初のページには本当に心のこもったことを書きたいんだって言って、うん、であって思いついて1ページ目にマイメロちゃんとずっと仲良しでいられますようにって書くんですよ。あら、すごいいい子じゃないですか。いい子で、そのタイミングでその教室の中に、まあ、フラット君っていうマイメロちゃんの友達のネズミの男の子が、まあ、鬼ごっこかなんかしててバーって走って入ってきて、でつまずいて転んじゃうんですね。でそれでマイメロちゃんにドンって当たって、マイメロちゃんがバランス崩して自分のノート落としちゃうんですよ。でそのタイミングで横にずっといた、まあ、ピアノちゃんっていうまた友達の羊の子がいるんですけど、その子がくしゃみするんですよ、はい、くしゃみして鼻水ダーってなっちゃうんですよでそれを見たマイメロちゃんが、うん、あごめん今拭いてあげるねって言って、あの自分のノートと間違えて黒見沢のノートをビリッて破いてそれで鼻をかますっていうそのマイメロちゃんと仲良くなれますようにって書いたそのページを破って、でそれが黒見沢ショックすぎて以来そのノートにあるマイメロちゃんの恨みを書くようになっちゃった。悲しい。アシュラの道に走っちゃったんです。走っちゃったんですね。そっからそうか、そう、もうすごいアシュラと同じだ。もう同じですよ。同じ。そんな不幸重なる。もしかしたらサンリオはそういう仏教をちょっとなんかモチーフにしてるのかもしれないですね、うん、かもしれないですよ、うん、いやわかんないです。イチゴの王様がもう悟りを開かれて自然と同じストーリーが発生しちゃってるだけかもしれないですよ。あ、可能性ありますね、はい、いやアシュラそういう意味じゃすごくなんか当てはまってる気がする。うわー、じゃあ黒美さんもアシュラだったんですね。アシュラですよ。うわー、でも二面性もあるし、うん、素晴らしい。じゃあちょっとアシュラ様だなと思って、じゃあアシュラ様を持って黒美様にプレゼントしようかな、うん、今度あ、うちちょっといっぱいいるのでアシュラ。アシュラはい、一個プレゼントします。そしたらえ、くれんすか。はい、マジですか。何個か持ってるんで。うわ、あ、本当だ。あれ、ありがとうございます。はい、お近づきの印に。いいですね。はい、黒美様の横に置いてください。黒美様、今日あげられる黒美様ちょっと持ってきてないですけど。あ、いえいえいえ、そんなそんな。ありがとうございます。やった、はい、アシュラ像を手に入れました。はい。まさかこんなに白熱してうまくできると思う。ちゃんとね、当てはまるもんすね。はい、うわ、嬉しい。やっぱいろいろいるからな、産業キャラクターも。はい。うん、じゃあちょっと本当にイチゴの王様をまずね、うん、私はお画面に、そうね、はい、行きます。まあ王様ちょっともう引退しちゃいましたけども。はい。うん、じゃあいろいろぜひあの仏像見物も。仏像見物、はい、今度じゃあ連れてってください。あ、もうぜひ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 、うん、行きましょう。行きましょう。はい。では本当ファラオさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでファラオさんでした。ファラオさんの YouTube も見てください。よろしくお願いします。はい。ではこれにてナム。ナム。ナム。